2年ぶりにパーマをかけました寺島純太です私は最近ストレートパーマをかけて生活が楽になりました三沢幸子です 寺島太と三沢さしかの小説家になろうナビセカンドブックこの番組は小説投稿サイト小説家になろうに実際に投稿された作品をピックアップその作品のあらすじ読みどころを僕たち二人の朗読で紹介 MBS ラジオの YouTube チャンネルや SNS も使って盛り上げていきます私たち正反対のパンもかけましたね確かに,にちょっとストレートになってるそうこれ何もしてないです朝寝起きのまんまさらさらやんしてさらさらになったんですけど確かにあの テンパとは違うなんかきれなパーマの波がかかってる、うん、これでももうかけて1週間ぐらい経ったんですけど<ー>落ちちてきちゃったんでですよこれもともとすごい毛が細くて<ー>さサラサラで,で美容師さんにも「ちょっとかかりづらいかもしれないですね」って言われて「うん、じゃあちょっと強めに当てといてください」っつってでその日当日はかかりすぎて。<laughs> <laughs> もう本当もっちゃもちゃになって、<ー>やっぱやりすぎたと思ってたんだけど、一週間だったらね、なんかあれ。ちょっと落ちてきたというか、普通にさらってな、なる瞬間があって。<ー>やっぱね、もう毛根の終わりですよ。そんなことないですよ、髪質が違うからね。<laughs> 髪の毛のね、覇気がなくなってきてた。そんなこと いや、あの、私は普通にセットしたのかと思った。そういうちょっとコテとかで。今日はこういう毛流れにしたかったとか、と撮影があったのかなと思って。撮影ない日のずんさん、もうちょっと雑な頭してじゃない。ですか僕、雑ですね。僕、大体帽子かぶってる。申し被ってるってことは、今日撮影あったのかなと思ったら、ええ、パーマかけたってか。それで、なんか勝手に整ってんだと思って。勝手に整う。感動しまして、パーマすごいね。すごいっすね。朝起きて、だって、もうセットさされたてみたいなそのまますって、あの、普通。

もうちょっとしたらたぶんまたサラサラになっちゃうのでこれ当て続けないといけないんですよね確かにそしたらまたダメージですもんねそうそうしたらすぐはげるからそれは知らない命を削ってこうくるくるにしてるんですよいやいやいやかわいいズンタは見たいけどはげないでってみんな思ってるからさすがにファンの子たちもいやだからねブラマヨの小杉さんがの本当にああなる直前ぐらいの若手の頃にもうここ今やっとかないとあかんって言って髪染めてパーマかけたらしいんですよそそしたららこか の加速装置みたいなのをキュンと抜けたっていう話を聞いて僕はもう怯えてるんですよでもまだカラーは入れてないじゃないですかカラー入れてないパーマだけだからカラープラスパーマだったらやばいけどあとブリーチとかね小杉さんを見習って、うん、もうできなくなる前に今こう最後のこうパーマはねパーマとブリーチしてブリーチする、うん、こうだってもうほら抜け始めたらもう染められないじゃんもう確かにだから今が一番楽しめるっちゃ楽しめる,最後にこうげる前に最後こう カラーリング楽しむっていうのをね。江口さんみたいな。いやーすごいデルタさんがうんうんっていうなずいてるけど。本当に。<laughs> でもいいよな、みんなふさふさしてるね。そんなこと、みんな素敵、みんな素敵よ。あと湿気があるからね、決まらないのかもしれないですよ。いやいいな。そういうことそういうこと。じゃあメール読んでくださいね。メール読みましょうか。はい。じゃあえっと近藤文子さんからいただきました。ありがとうございます。えズンさん、アミさん、こんにちは。こんにちは。最近お二人のアーティスト活動に影響を受け、念願のキーボードを購入しました。実は一年ほど前から家でできる新しい趣味として購入を検討していたのですが調べたところ入門モデルでも雪地が二桁を超えるまさかのお値段。 かなり高い買い物だったので購入するかここ1年ずっと悩んでいましたが今年に入りザーミさんの「フラッグ」や先日配信されたズンさんの「ハッピー」など好きな楽曲たちを聴く中でそれらの曲を自分でもコピーして弾いてみたいという気持ちが高まりそれきっかけでこの度思い切って DTM 用キーボードを買ってみましたえ今少しずつ練習していってますおそらくお二人の曲が好きという気持ちがなければ一生購入に踏み切れなかったと思うのでお二人の音楽活動がこうしてきっかけをくださったことに感謝です。お二人は最近 何か、これは買ってよかったというものはありますか?。すごいですね。そんな高いんですね、キーボードって。ね。ええ、ディティーエムよってないですね、あの、パソコンとかにつないで。そうですね、作曲とかもできるだろうし。いろいろ音変えて、楽しんだりもできるから、多分曲の幅がね、ピアノよりも、キーボードを選んだのは、多分。そういう、そこですよね、音、ね、混色が変えられるから。多分ピアノじゃなくて、キーボードで、いろいろカバーしてみたいなって思ったのかもしれないですけど。最近、これは買ってよかった?。何買ってます?。 これ何でもかんでもね思い立ったらすぐネットでポチってしまうのでうわ一緒や一緒ですか一緒もうアマゾンずっとタイムセール貼ってるもん毎日アマゾンと楽天から段ボールが毎日届くよ <laughs> 毎日と買ってるね結構毎日ちょっとずつ思い出すんですよ、うん、あこれが足りてないやとかめちゃめちゃお買い物マラソンしてるそうだからいっぱい買ってるって 総額はすごくないと思うんですけど、うん、箱の数がすごくて段ボールが偉いことになってる <laughs> 何を買うか、そのか消費系なのか物系というかあもうスーパーとかあのドラッグストアすら行くの嫌なんですよ<ー>行きたくないからもう日焼け止めあそういえば足りなくなってきたポチみたいなあ、日焼け止めとかでもそ日焼け止めとかでももう知ってるメーカーの知ってるやつをもう一回買うんだったらいいやと思って買ったりとかドラッグストアに行かないってことですよねスーパーとかへーそうなんですよで化粧品と もその最近コロナの影響でいろんな化粧品屋さんがもうネットオンラインショッピングを昔やってなかったブランドもやってるからもう行かなくていいんですんお姉さん,なんか気を使われては買わなきゃいけないかなとかやらなくていいんですよそっかもうポチやそうあと私服屋さんでね、うん、試着しますとかすごい苦手なんで,あそうで、ね、失敗したっていいから静かに買わせてくれって思うから <laughs> ネットだとね皿ができるので<ー>衣装も全部全部ネットえ靴買います靴靴ネットサイズどうですか靴の えます合わない時はちゃんとそういうのでは大体返品制度があるので返品とかあるんだ返品めんどくさいんですけどあとはあのそこ大きめの買ってあコンソールとかパッてそ,そう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 中にソール入れて履くとか,か服がねなんかやっぱ僕失敗ばっかりしちゃうんですよね、うん、ネットで買うと大体失敗する思、えー、ってたのと違う感じが来ちゃってそこもねもうね数ですよ あそっか<あ>分かるんだそしたらあこれはこうやっていう写真しか撮れないってことはこれ縫い目こうだなとかうわー頭いい手を上げた写真ないからやっぱ上げちゃうとなんかこう脇の辺がなんかステンってなるのかなとかこの色こう見えるけど違うサイトでも見てみようつって違うネットショッピングのサイトで同じブランドを見,見てみると色味全然違って写真でどっちかなこれはこっちのサイトの方が色味は信用ができるとか。 モデル身長いや同じ身長だけど絶対体重これ30キロぐらいしかない,いだ見ると思いすみたいなすごいなこれ騙されてやっぱそのダサい人に着てほしいんですよダサいモデルさんにしてほしいののい本当に標準体重標準じゃなくてもいいよ多少ぽっちゃりぐらいの人でも着てもかっこよかったら買おうかなってなるんですけど日本人ですらない時あるから。 何着ててもかっいいいいじゃないっていう,てう足長くてさ「うわこの無地のシャツかっこいいな」っつって,ってもうその人が着てるとうん、うん、無地だからよりそのモデルさんの良さが引き立っておしゃれに見えるみたいなもう僕がねその買ってきたら、うん、もうただただファッションに 興味ない人、真っ白ねみたいな。無地のおやつ。無印だったらいいんだよ。でも無印以外の無地はダメなの。そうなんだ、そうなんだ。ダメダメに認めないよ僕は。やっぱそういう時に私インスタ使って、インスタグラムで実際にそのブランドを着てるショップ店員さんとかだったら、あんまりモデルさんよりかはちょっと参考にしやすかったり、あと一般人の人が着てるウェアっていうアプリとかは。ウェア。ウェアってアプリはなんか自分のコーディネートを上げまくってる一般人がいっぱいいるんですよ。 モデルもいるんだけど一般人もいっぱいいて気になってるリュックとかカバンとか靴とかサイズ感が分かんない時はこの身長でこの体型の人はこういう大きさに見えんのねとかをあと太陽光はこうで室内で撮ってるきこうなんだっていうのを見てネットショッピングの参考にしてます。いいいいやよね知り合もなななんんんかってるる人そうだ 部屋の人ってなんであんな絶妙にかっこいいあの撮影場所を見つけてくるんだろうねいやどこで撮ればいいか私には分からなくて、ね、絶対日本じゃないだろうみたいなあのレンガ壁の,のあるある駐車場みたいなめっちゃかっこいいマンションに住んでてもあの写真は多分私には撮れないと思うあの角度で、ね、あと大体顔を隠して斜めになってて、ね、横から真横から <laughs> 自分は真横から撮ったり歩いてる途中にしたりとか分かるわ足をなんかこう 自然に組んじゃったみたいな。米津玄師さん感がある人ばっかりやんねはいはい、はい。ひょろっと立ってるだけでかっこよくなっちゃってすいません<ー>みたいな感じがするんですよ。みんなちゃんとスリムなのよやっぱり。でも画像って引き伸ばせるからもしかしたらあいつら引き伸ばせる可能性ありますよ。あいつら。あいつら。<laughs> つら <laughs> 違うかな。でも小太りがやってほしいのよ本当に僕ぐらいの。時々いると小小太りあのフォローしちゃうもんその人。 <laughs> あの体型が似てるなって自分と同じようにちょっと肩幅がこんな感じでとかああじゃあ僕も見つければいいんだうん、うん、小太りをのウェアの人ウェアを、うん、そっかそしたらその人が着てるブランドで「あこれいいじゃん」とかあるかもしれないからな,なるほどねフォローっていうのをそうちょっと失念してたら自分のねタイムライン出ますからねじゃあぜひ皆さんちょっと話しちゃったから2つ目はいいかないいっすよね はいというわけでねここまで、えー、なんだかネット通販の話ばっかりしてきましたがずンさんはね最近新曲を出したということで前回流したのは「ハッピー」でしたがもう一曲カップリングがあるらしいので、うん、そちらも聞いてみたいと思うんですけれども、はい、よろしいでしょうかぜぜひぜひということで6月、ね、16日に発売したばっかりの僕の配信限定シングル「ハッピー犬と猫」から寺島淳太で「犬と猫」。 改めまして皆さんこんにちはテラシャマジュンタです三沢さちです、えー、ザーミさんは着信は無音でしたねというディレクターさんか,からの煽りの煽りが僕じゃないですよ を持ち始めた小学校五年生ぐらいの時から今のスマホに至るまでマナーモードを外したことはございません。あー素晴らしい無音でしたね。無音です。さんの大問題。多サイレントモードでした。バイブも嫌い。震えもしないびっくりするのが嫌いだから全震えないんだ。メールにしてください私への連絡を皆さん。さん的にはまあ無縁かもしれませんけれども、A.U. の街歌というサービスがねあったんですね。あったというか今もあるんですけれども、こちらがなんと12月31日をもってサービスを終了すると発表。 「しました。う歌って、ま、今スマホから使ってる若い世代の方はちょっとねもしかしたら馴染みがないかもしれないんですけれども自分のスマホや携帯電話に電話をかけた相手に聞こえる呼び出し音を好きな音楽やボイスなどに設定できるサービスですね、うん、普段はプル,ルルルルルっていう感じなんですけどうん、うん、急にあの大熱唱でね始まるってことなアーティストの曲とかを 友達がかかかかけてくるるととききに聞かせたりとかができるからるだから本当だったら「もうでねえなあいつブルルル早く出ろよ」うんうん、なのが歌がかってくるから「あれちょっといいじゃないっっなんか」待ちち時間もねちょっといいいい感感じじじじゃゃんんっていうね多分サービスだったんですけれども、うん、まあこちら月額制なんですよね。で購入して、まあ、それに待ち、えー、歌サイズの,あの曲をダウンロードしたりとかして聴、ねはいえー、かせるって感じだったんですけどもなんと2005年に始まったと。<laughs> 2005年はだから僕17歳、うん、高校生とかですね。うんうん なんですけれども、えー、収容の理由は利用者が減少しているためとのことです、うん、うん、これねいや街歌だけでなくその着信音を好きな音に変えるっていうのが音だったりボイスだったりに変えるっていうのがガラケー時代の当たり前、うん、当たり前だったねだったのに、ね、今普通のデフォルト音ですよねみんなだいたいね LINE とかもねあの音ですし、うん、変える人いないんじゃないかなむしろ変えてない 変えたことある人若い子にいないんじゃないかなスマホとはもうそのまんまデフォで使っちゃうみたいなね感じですよね多分音楽が普通に聴けちゃうじゃないですか確かにだからそもそもそんな着信音で音楽聴く必要ないみたいな相手にね聴かせることもなく普通に「シェアする」ってボタンを押して友達の連絡先を押せばもうサブスクがね遅れちゃうからそうなんですよねうわそういう時代だわなんですけどこれ僕ね 先々月ぐらいまで多分登録してました、ね。ええー、え？いやスマホになってても月学生ってことは？いやめちゃくちゃ恥ずかしかったんです。だから知らなかったんです。あの僕ガラケー時代に、はい、高校まさに始まった高校ぐらいにうん、うん、うわこれいいやんってなってみんな。 やってないとむしろ友達に聞かせ音楽聞かせてくんなないいのみたいな感じで、ね、そこでマニアックな曲をかけてあ<ー>あの音楽通感をアピールするということに高校生は命をかけてそれはもう軽音部しかも軽音部ですからわ<お>やっぱトカとは違うインディー系のちょっとワンランク上のクいい曲知ってるぞ俺はマニアックな曲聞かせて「えあの寺島君に電話かけた時聞こえるあの曲めっちゃいいけどあれ誰の曲なん?」とか言わ,れてあ言われたかった あーあれ知らんみたいなあ<ー>えあ、ー、知,知らんだみたいなああ <laughs> すげえ上から来るじゃん <laughs> それをやることに命をかけてたからその時の名残のままね来ちゃったんです名残のままいや来ちゃったんですよえでなんかねどうやら設定されてたっぽいんですよ、うん、今の今までってか最近まで最近までだから今まで僕にこの電話をかけた人は多分聞かされてたと思うんだよ、ね、じゃあマネージャーさんは死ぬほど聞かされてた聞かされてたしかもすごい古めな曲を古めな曲 <laughs> えー 新しい曲に変ずーっと。でいやほ,ほんとにそのぜ気づいたのはあの携帯電話をなんかこう機種変するってなった時にショップに行ってでもういらないサービスとかあ<ー>あの要は古いそのスマホの時に付いてたプランとかを新しいスマホだとこのプラン必要ないんでもう外しましょうかみたいな紹介してくれるんですけどそこで「あこれも外しちゃっていいですかねこのマチ,みたいなマチュータモン」みたいな「マチュータモン?」みたいな「マチューえみたいな。 町歌気に入ってやってるやつだと思われてたんですかそうそうもしかして <laughs>。 ってもう大丈夫ですかみたいな言われて多分多分情報が言ってたんでしょうね今これを見るとショップの人にもう今年中に「町歌終わるよっていうんか分内部ではあったんでしょうねだからもう「町歌も外しちゃって大丈夫ですよねもうなくなるしどうせにっこりみたいなうなくなるしど「うせみたああもう全然全然」っつってでもその後もう恥ずかしくてなんで恥ずかしいのいやだってもうさ令和なのにさ確かにずっと俺に電話かけた人歌聴かされてたんで十数年前の。十数年前のめ めっちゃゃ好きじんこいつみたいなその好きなのは別にいいんだけどまだ金払ってんだっていうのはそっちの方が恥ずかしいかも料金プラン見直さないんだこの人っていうのが聞こえてきてためっちゃ聞かせてくるやんみたいな何こいつみたいなだって今どき電話するの多分マネージャーさんですよねやっぱり大体マネージャーさんかあとはもうあの公共機関ですよが電話してきてめっちゃ聞かせてくるなって思たの僕が公共機関に聞かせたわけですよわあわが物顔でやばっ郵便局とかに恥ずかしいなちょっと <laughs> 時々ねあのあの配,配送業者さんからかかってきたりするじゃないですかそ,そ,うそ,うその人もうち担当のの黒猫とと佐川急便人は聞かされてたねずっと <laughs> やばっー懐かしいって思うのかうすごい知らないぐらい若い子がやってるのか分かりませんけどでもこのサービス何ってなるかも知らない若い子が寺島さんに家をかけたりとか,かまあ仕事でかけなきゃいけなくてかけたらえなんか音楽先輩音楽が流れてきたんですけどみたいな。な <laughs> なんんかか寺島さんににけたはずなのに 曲がえこれ保留音でえ電話してないんですよ通話してないんですけど音楽かかれてきてえどうしたらいいんですか <laughs> これでお金かからないですねです私はにダイヤル9通なんか聞,かされ聞かされてるから私がお金払うとかそれ思い出すのはねもうね初期のネット住民ですよ <laughs> すぐ海外の会社に繋がれてお金払わされてた住民そう,、ね、そうだね。その時代もみんな知らないから普通に国際電話料がかかるってお金かかるとは知らないんじゃない、ね、なんで聞いてるんだろうみたいな、ね、音質悪みたいな感じじゃないですか それはついにはそういうねえ終わっちゃうのかも終わっちゃうんですよこの人にかけるときはこの歌聴かされてるっていうあのいつものってやつがもうなくなっちゃうから安心してくださいもう普通の着信に戻るんでガズンさんに電話かける皆さん<す>お母様お父様ん何の音楽もなくなるけど許してね <laughs> 個性がなくなります <laughs> <laughs> ということでそれではそろそろナロ作品に行ってみましょうか、はい、今月ピックアップしている小説はこちら 未来から僕の奥さんである花森さんがやってきて現代の花森さんに告白するよう圧をかけてきた ラブコメを中心に投稿している作者「現実世界過去恋愛チャンネル」の人気作品です。作者は正木正樹さん。えー、主人公の山下ひろ樹はクラスメートの花森さんに淡い恋心を抱いているが下手れなひろ樹は告白をする勇気を出せないまま毎日を過ごしていました。そんなある日学校の校門を出たところで花森さんにそっくりな大人の女性に声をかけられます。その女性はは未来来かららた花さささんで、えー、奥さんで奥にになっってていいるよ私はと言っています 今から現代の自分に告白してと迫って半信半疑ながらもひろきくんは花森さんを公園に告白しようかなという感じで誘っておりますどうなってしまうのかということですけれども、うん、え今からお届けする朗読部分は原作を MBS ラジオで脚色しております、えー、小説家になろうで読める原作はまた違った色がありますのでそちらでもお楽しみいただけたらと思いますではどんな物語になっているのでしょうちょっと覗いてみましょう いやー今日は本当にいい天気だね花森さんう,うんそうだね思わず勢いで公園に誘ってしまった僕だがいざ来てみると頭が真っ白で何を話していいか全くわからないもともと人気の少ない公園なのでベンチに座っている僕と花森さん以外は柱の陰でにまにましながら僕たちの動向をうかがっている未来の花森さんしかいないある意味 告白するには絶好のシチュエーションではあるがそそれで山下君大事な話ってかかわいい花森さんが不安と期待が入り混じったような顔で上目遣いを向けてきたかわいすぎるいやいや今はそれどころじゃないだろう告白だろう告白するんだろう今ここで大丈夫大丈夫 これは絶対に成功することが約束されている告白なんだから何も怖がることはないいえ言うんだ僕あなたのことが好きですってそれだけ言えばいいんだいえいえ僕実はさ花森さんのこと花森さんがごくりと息を飲んだ これ、花森さんも察した。今から告白されるって、なんとなく察した感じだ。もう、後には引けない。よし、言うぞんその時だった。僕の脳裏に、とある仮説が浮かんだ。僕が今いるこの世界が、 僕と花森さんが結婚する未来につながっているという保証はないのでは俗に言うパラレルワールドってやつだ SF に詳しくない僕でもそれくらいは知ってる曲がり角を右に曲がるか左に曲がるか夕食にラーメンを食べるかカレーを食べるか誰かが何かを選択するたびその選択肢の数だけ世界は分岐していくそして それらの世界はパラレルワールドとしてそれぞれが独立した世界として同時に存在しているつまり僕と花森さんが結婚できない未来も星の数ほど存在しているということになる僕は油断するべきじゃなかった何が成功することが約束されている告白だそんなものはこの世に存在しないん山下君 あの花森さんが、今度は不安の色を濃くした顔で僕を覗き込んできた。ご、ごめん花森さんちょっと僕、トイレ行ってくれあ、うん。僕は逃げるようにその場から駆け出した。は <laughs> は <laughs> 公衆トイレの裏手に回った僕は、その場で天を仰いだ。やっぱりダメだ 下手な僕に告白なんて無理な話だったんだ <laughs> どうしたヒロくんおじけづいちゃった未来の花森さんごめんなさいやっぱり僕には無理ですもしかしたらパラレルワールドが無数に存在しててこの世界が僕と花森さんが結婚する未来には通じてないかもって考えたら勇気が出なくて軽蔑しますよね ううん、うん、しないよそれってそれだけヒロくんが私のことを大切に思ってくれてるってことでしょえ絶対に失敗したくないって慎重になってくれてるってことでしょ嬉しいよ私はでもねえなあふわりとした柔らかい感覚が僕を包んだ未来の花森さんが 僕をそっと抱きしめたのひろくんがこの時代の私に告白してくれないと私は消えちゃうのええ、大丈夫パラレルワールドは存在しないよ世界は常に一つだけこの世界はひろくんと私が結婚する未来につながってるでもそれはひろくんがこの時代の私に告白してくれた時だけなの 花森さんだからここは一つ未来の私を助けると思ってちょっとだけ勇気を出してもらえないかな花森さん僕をハグから解放した未来の花森さんは今にも泣き出しそうな顔でへにゃっと笑ったわかりました僕行ってきます はいいっってらっしゃいまたしても未来の花森さんは僕の背中を二重の意味で押してくれたんだ <noise> さあリスナーの皆さんもぜひ参加してください食レポ西洋になろうのコーナーですはい先週の答え合わせは大ザックでしたやったー すごいあのマッシュポテトでね、だいぶポテチファンの中でも <laughs> あこっち系ねって分かってもらったと思うんですが、オーザックがね、えー、久しぶりに食べたら美味しかったよ。いやあの後僕買っちゃいましたから。あ<ー><ー>本当ですか。やっぱ美味しいですオーザックは。ね。 さあこのコーナーは見覚えのあるたくさんのお菓子の中から一つピックアップして食レポしますズンとあざわみは週替わりで食レポする側当てる側に分かれますナイスな食レポコメントをもとに何のお菓子かを当てるゲームです、はい、なのでこう私と今週はズンさんが食レポしますし私が今回当てる側なのでリスナーの皆さんもねナロウ MBS をつけていやこのお菓子じゃないかっていうのをねミサワと同じ気持ちで当ててください、はい、じゃあ目をつむりますじゃお菓子選びますはい 除菌してください。はーい、します。へえ、増えてますね。あ<お>、いいですよ。増えてますね。で、多くないですか？ええー、そんなに増えてるんだ。<laughs> すごい多くなってる気がする。でも全然食べたいものとかでいいですよ。食べたいものちょうどねお腹も空いてきてますしね。どうせ何食べても落としないですから。ねえ<ー>、多分。<laughs> あ、これ定番？定番だし。うん。 ちょっと食べてみたいかもなあ,あ食べてみたいっていうのはちょっとヒントかもしれないですねもしし音もしそうなのでじゃあこちら開けます、はい、じゃあ袋の音ね、まあ、こんな感じですよ、はい、<ー>開けます、はい、あー多分ギザギザ系のお菓子だそれをビリって横にやった感じ、はい、じゃあいただきます、はい 軽やか。うん、で、しかも、んうーん、うまい。つまんで食べるって感じじゃなさそうだなんか。うん。って言ってよ、カこって。うんまい。それヒント。う,うまい。えっとね。<わ>棒状です。ああ、うん。ね。ね、すごくね、サクサクしてますし。うん、甘いです。甘い。うん、甘い。 いやなんか知ってる安めの棒かと思ったんですけどうん、うん、甘い。でも結構うん中はえー、と空洞がありますねでもはい真ん中はね空洞がありまして甘くて形はね、うん、星型というか桜の花びらみたいな形をしている感じはしますねえー、うんえー、全然分からなくなっちゃった、うん、あはいはいはいおおあもうすぐ食べ終わっちゃう桜 桜、うん、いや、甘いのね、はい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 。でも僕このパッケージを初めて見ました。一本で入ってるやつが、初めて食べたかもしれないですけどね。えー、いやーあー、甘い桜、えー、ふがし。ああ、ふがしどですかね。まあでもすごく。 いいといい線いってますいい線はい、はい、始めましょう。はい、<と>わかりました食レポしたお菓子皆さん当てられましたかハッシュタグシャープナロウ MBS をつけて予想ツイートしてみてください寺島旬太と三沢幸子の小説家になろうナビセカンドブックいかがでしたかはいまた公園に呼び出したものの告白できずはい恥ずかしくなってしかも不安になっちゃったでも未来の花森さんに勇気づけられて最後何 ねもうい僕行ってきますっていうちょっと心強い感じというか力強さがあるので、はい、来週はなんか変わるんじゃないでしょうか。来週でとりあえず完結ということなので、はい、結末をぜひお楽しみに、はい、小説家になろうでは今月紹介する作品はもちろんたくさんの作品を読むことができますし皆さんの作品を投稿してもらうこともできます。 現在小説家になろうでは出版社各社とタイアップ中 HJ 小説大賞2021前期小説家になろう部門や第2回集英社ウェブ小説大賞などのコンテストを実施しています応募期間はどちらも6月30日まで詳しくは小説家になろうホームページからご確認ください。 そしてこの番組は YouTube チャンネルでも楽しむことができます。また Twitter も解説していますのでフォローリーツイートよろしくお願いします。感想などをつぶやいていただく際はハッシュタグナロウ MBS でつぶやいてください。またリスナーの皆さんから番組へのメールもお待ちしております。メールアドレスはナローアットマーク MBS 一一七九ドットコム、com, N A R O U アットマーク MBS 一一七九ドット C O M です。 そしてパーソナリティ二2人ともに Twitter&YouTube チャンネルやっていますのでこちらもフォローお願いします。ということで小説家になるおナビセカンドブックまた来週お会いしましょう。寺島純太と三沢幸子でしたバイバーイ,バイ,バーイ